どうもこんにちは、なっちでございます。タマドラのねガチャをね引いてみようと思ったんだけど、友情ポイントが受け取れません。70どうやって消化したらいいの。これつらいな。いいって溢れても別に。こっち受け取ってちょっと稼ぐか。49でしょ、友情ガチャ。そうですね、ちょっと稼いできます。ノマダンのスタミナ2分の1のとこで親友を使いまくる。受け取れませんって言ってくれるのありがたいですけどね。今回は必要なかったな。70ぐらいいいよな。いや昔はね、これ無限回廊でもできて、これがスタミナゼロで友情ポイント稼ぎたい放題だったんだよ。だからそれで神秘の仮面とかね、ドラゴンフルーツとか狙ってましたね。ただ昔は親友っていうシステムがなかったんで、20ポイントをちみちみやってましたね。冒険者使えばいくらでもできますから、無限ではあったんですけど。ということで、タマドラカーニバル、今回100連してみたいと思います。このモンスターポイントも使ってしまおうと思います。100連の方がなんか響きいいしね。確率もわかりやすいということで、100連で行ってみましょう。ボックスの空きは大丈夫ですね。さあ行きましょう。僕の予想だと、金2個、銀8個ぐらいが普通だと思います。どうかな？そういうね、保育園みたいな感じになるんじゃないのかなって思ってます。あ、3人出ましたね、大人が。あ、でプラスついてくるんだ、これ危ないな。僕の場合だとこの他のね属性のキャラクターに間違えてベビーを混ぜたらね終わりますから。久々ですね、友情ガチャからプラスがくんの。おお、いいぞいいぞいいぞ、6体これは。そうだな、どういう状況だろう。おじいちゃんおばあちゃん、意外といいかもしれませんねこれ。まあ運ゲーなんですけど、これ最悪大家族の母子家庭みたいになってますからね、こういうパターンは最悪。ただね、さっき6出てるし、割といい感じに争ってるかもしれない。あー最悪ブルルル。はい、もう一丁。3は欲しい。3は多いですね、半分。はい、現在50。いや見ないでいきましょうか、見ずにいきましょうか。モンスター育成スペシャルがね10あるんだね、これ美味しいんですよね。はい、まあ特に友情ポイント使い道もありませんのでね。めっちゃあるな。そのガンホーコラボとかもさ、プラスがついてくるもんで、僕未だにあの昨夜とか持ってないのよ。あれどうにかしてほしいよね。いいですね、5体でりゃ十分だよな。正直4でもいいな。3は欲しい。2は渋い。21が渋い。0も1回見ておきたい。1は出んのかな。ゼロ見ておきたいというのは僕ぐらいですけど、逆にゼロ見てみたいよね。逆に全部金とかもあんのかな。まあ1、2体は確定ですかね、ほとんど。どうだろう、だから 20% 30% ぐらいはありそうですよね。きたー、全部銀きたー。これもゲロマズ破産ですね。ラスト早いな、友情ガチャ。これレアガチャに10連あったら怖いって今思ったわ、一瞬じゃんねえ。はい、ということで集計しましょう。早っ、あっさりすぎるやろ。5分経たん間にね終わっちゃいましたね。はい、まずじゃあベビードン73体、そしてタマドラ大丈夫ですね。はい、27体ということで、だいたい 25% ぐらいかな。うん。まあ、27% なんだけど、正確には。まあ、だいたい25ぐらい。まあ、30いくかいかないかぐらいですね。なので、毎回金が3個以上出たら当たり。0、1、2だったら、まあ、ちょっと渋かったかなって感じの統計でした。まあ、予想以上に良かった。僕もてっきり1とか2ばっかだと思ったんで、まあ、5とか6とかちょいちょいありましたし、悪くはないと思う。
あとはベビーの覚醒次第ですね。こいつがいかに頑張るかっていう。こいつ合成してまあ3体で1アップぐらいなんで、期待値としてはまあそこですよね。まあ一応進化もできるんですけど、すごくめんどくさいのでおすすめしません。すごくめんどくさいよね。これを使うのがすごくめんどくさいよね。一番下のゴルドラっていうのが本当にめんどくさいよね。素材余ってたらまあ進化させた方がいいかなってぐらいですね。はい、ということで友情ガチャタマドラカーニバル非常に美味しくなってますので、ぜひ皆さん回してみてください。以上、ナッチでございました。バイバイ。